ライデン、エマ・エメリヒを探し出して大統領からもらったディスクを入力させるんだ。ああ、そうですね。エマはシェルツー中央棟の B1 だ。急げ、アーセナルギアが動き出す前に彼女を確保するんだ。はい、大統領からなんかなんだっけな、特定の遺伝子を殺すワクチン、あのホックスダイを元に作られた、お、間違えた、アーセナルギア用のウイルスですよね。エマ・エメリヒの情報を知りたい。ああ、調べさせておいた。 NSA の局員ファイルに彼女の名前があった。何らかの極秘プロジェクトに関わっていたようだが、それについての記載はない。記録では2年前に職を辞したことになっている。うーん、エマ・エメリヒ、本名エマ・エメリヒ・ダンジが、家族からは EE と呼ばれていたらしい。彼女はハル・エメリヒの父親と離婚後、母に連れられてイギリスに戻った。まだ6歳の子供だった。ダンジガーは母親の姓だが、彼女は好んでエメリヒという姓を使っている。故郷イギリスに帰った後、彼女の母親は再婚している。ロビンソンという実業家だ。以下は NSA に入る際取られた調書だ。エマがハイスクールを卒業しようとしていた頃、義理の父親から暴行を受けそうになり、父親を傷つけてしまう。このことが原因でエマは義理の兄ハル・エメリヒが歩んだのと同じように一人家を出てオックスフォードへ入学する。この時もエマは自分を守ってくれない兄ハルに対して非常な怒りを覚えている。エマもハルと同じくこの時に事実上家族を失っている。自分の不幸は全て兄のせいだとも思い込んでいるようだ。オックスフォード在学中に彼女は英国政府中央情報部が主催する暗号解読イベントで解読に成功している。なるほど、血はつながってはいないが、オタコンの妹だ。いや、それで終わりではない。ライデン、ハッキング史上類を見ないある出来事を覚えているか。当時の我が国のあらゆる通信情報はフォートミードにある NSA に集中していた。衛星や盗聴などで得られた一般を含むあらゆる通信情報が24時間体制で NSA の地下に集められていたのだ。ここの情報を牛耳る者がそれこそ世界を動かすことができる。ところが2000年の1月24日、このシステムが73時間にわたってダウンした。原因は政府の一部が指示したという噂がある。当時有名だったクラッカーグループにな。結果として安全対策は見直され、 NSA のこの機能を別に移そうという計画になった。物理的なテロやサイバーテロから隔離された場所に。どこに？それは私のクリアランスでは近づくことはできない。そのメンバーの中心人物がエマだった。彼女の専門はあくまで人工知能と複雑性理論だったが、すでにコンピューターの天才として一目を置かれる存在になっていた。で、世界中の諜報機関が彼女をスカウトした。いつもの汚いやり方で。あまり違いはない。政府は彼女の弱みを探した。彼女の弱みは6歳の時に別れた兄ハル・エメリヒへの思いだった。それも強烈な恨みだ。恨み？彼女が6歳の時に事故があった。エマと父親がプールで溺れた。父親は助からず溺死した。警察は？当時の警察は事故として処理している。オタコンが家を出たのはその直後なのか。そうだ、何があったかは分からんが。エマは事故の原因を？いや、エマは兄に見捨てられたと思っているようだ。それまでは連れ子同士にもかかわらず非常に仲のいい兄弟だったらしい。彼女がクラッカーまがいの行為を行っていたのも兄への対抗意識だったのだろう。そして4年前、政府はシャドウ・モセス事件の真実を彼女にリークし、 NSA へ入ることに同意させた。例のハッキングの件も保険として脅迫材料に入っていたに違いない。オタコンたちに濡れ衣をかぶせたのもそういう理由か。それはわからん。おお、急に終わったな。いや、思いのほかなんか間違えて通信入れただけなんだけど、結構濃い話聞けましたね。ただまあ、どうだろう。9位とか、あそこら辺の話絡んでくる、先のね、ゲームの、話絡んでくると若干なんかこう、うんって思うとこもあって、まあ、整合性は取れてないのかな。まあ、わかんないけど、はい。まあ、今、大事なのは、エマは、アニーのね、ハルに対してすごい思いを抱いているっていうことですね。エマが囚われているのは、おそらくシェルツー中央棟 B1 の第二ろ過室だろう。
でしょうね。で、エマは、キュウイの娘ではないですよね。再婚したでいいのかな？どうだろうね。わかんないな。はい、まあいいや。エマを探しに行きましょう。チシェル2中央島 B1 って言ってたけど、俺 B1 行かなかったっけ？行ってなかったかな？多分別のルートがある的な話じゃないの？連れ子の娘を、に暴行を加えようとしたのかな？なんだろうね。ユイはほんとなんか、ねえ、ピーソーカーの時ね、すごいいいやつな感じで入ってきたのにね、結果残念な感じでしたね。はい。で、ここだよね。え？シェル2だよね。ん？もう一回行ってみようか。どっか行けるとこあったっけな。あの、解放された的な感じかな、また。新しく。違う。とりあえず一番奥まで行ってみようか。あららららら。難しいな。おう。ライデン聞こえる？僕だよ。そっちの状況はどうだい？おたこ。浸水がひどい。踏み上げた海水が流れ込んできている。そうか、やっぱり。いいのことだけど、どうしても言っておきたいことがある。心配するな。彼女は助ける。彼女、水が苦手なんだ。水が？あ、6歳の時に家のプールで溺れたんだ。僕の親父と一緒に。泳げなかったのか？そうじゃない。泳ぎは得意だった。よく2人で泳ぎに行った。あの事故が起こるまではね。やはり大佐の話は本当だったのか。僕はあの時自分の部屋に行った。いいわ。ずっと僕に助けを呼んでたらしい。お兄ちゃんが助けてくれる。お兄ちゃんが。僕の部屋からはプールがよく見えたんだ。でも僕は気づかなかった。何してたんだその時僕は。あ、エマは助かったの？ああ幸いね。ああ、親父は助からなかったけど。あんたはそのことで自分を責め家を出た？いや、そうじゃないが、彼女はそう思っているかもしれない。僕はイーイを裏切ったんだ。それがトラウマになって泳げないと。あ、あれから直接は会ってないけど、彼女たちがイギリスに帰ってしばらくしてから手紙が来たんだ。母親のジュリーから。あれ以来イーイが泳ぐことがなくなった。水着を着ることもなくなったって。そのトラウマが生きているとするとまずいな。中央島の B1 はほとんど浸水している。なんとか彼女を勇気づけてやってくれ。こっちが勇気づけてほしい状況なんだが。カモフの修理にまだ時間がかかる。悪いが手が離せない。エマのことは頼む。水中でのミッションは初めてなんだが、なんとかやってみる。今のうちにマップを頭に叩き込んでおくことだ。エマを連れて進むことになる。頼むよ。中央島は俺の方が詳しい。 C4 解除で一通り回ったからな。何か聞きたいことがあれば無線連絡をくれ。わかった。はい。オタコンね、やらかしてたと思うんですけどね。多分それちゃんと明らかにはされると思うんですけども、気づかなかったことは多分本当だと思う。けど何してたのっていうところですよね。そこら辺を、後でね、オタコンがちゃんと言ってくれると思うけどね。そっか、それは絶望だよね。助けを求めて来てくれなかったんだもんね。まあ、気づかなかったとはいえだよね。危ねえな。あー、で、開いてんのか、ここが。おっと？大丈夫。で、開けんのか。開かない、開かない。一旦上。歩いてんだけど。
そんなこともできるのか。これを開けるんだわ。オッケーオッケー。おお。ティルマン何やってんだよ。めっちゃびっくりしたやん。そうか、ここで、ああ、そうか、ここで爆発が起きてってことか。で、巻き込まれたんだね。見えないんだけど。ん？あ、で、こうか。こいつは大変だ。あ、で、ここでもか。ちょっと待って。OK。あーっと、危ね。レーションかい。爆弾かと思った。さあ、着いた。OK。まあ、無線はいいかな。一応、スネークに。エマが囚われているのは、おそらくシェル2中央棟 B1 の第二ろ過室だろう。第二ろ過室はその北だ。北に向かえ。はい。まあ、特にないか。ライデン、エマ・エメリヒを。うん。はい。ああ。やはり生きていた。とうとう浮いちゃってんじゃん。あいにく地獄が満員でな。全てを前もって物語る。いつどちらに動くか、どこに銃口を向けるか。だが貴様の筋肉は変わっているな。楽しめそうだ。待っていた甲斐があった。舌長いね。待ち伏せ。貴様が邪魔になってきた。アーセナルを止めさせるわけにはいかない。小娘はこの先だ。もう用はないが、貴様をおびき寄せるために生かしておいた。イワンの言うこともたまには当たる。エマは無事なんだな。先ほどまではな。だが浸水が激しくなってきたようだ。そろそろ溺れている頃かもしれんぞ。大統領を殺して核攻撃を防いだつもりだろうが、そうはいかない。俺はやってない。アーセナルにはまだ純粋水爆がある。純粋水爆？核爆発ではなく、レーザーや磁気を利用した断熱圧縮により重水素を核融合させるクリーンな核兵器。現大統領が始めた極秘プロジェクトだ。ソリダスも知らない。実験段階の純粋水爆は通常の核兵器とは管理方法が違う。それはアーセナル起動とともに発射可能になる。核は撃てるんだよ。半年前のあの時、
俺たちは信じるものを全て失った。残ったのは仲間殺し、民間人虐殺の汚名だけ。全て奴らの謀略だ。世間のクズどもは奴らの用意した嘘に霊従し、俺たちには耳を貸そうともしなかった。俺たちの望みは奴らの完全な抹殺、そして奴らに手なずけられたこの欺瞞に満ちた世界の破壊、それだけだ。狂ってる。どうかな、俺たちだけがまともなのかもしれんぞ。アーセナル起動最終確認が終了した。総員アーセナルに移動しろ。聞いた通りだ。アーセナルは動き出した。クソ。止める方法はあの小娘に貴様の持っているウイルスを使わせることだけだ。なぜそれを？残念だがその機会は与えられない。貴様はここで死ぬ。この下は海水ではない、生物反応層だ。吹き込まれ続ける酸素が浮力を奪う。一度落ちれば浮き上がることはできない。浮いてるけどね。さあ来い。いや、ちょっと待って。説明がまあしっかり説明してくれたし、なんかね、ストーリーなんだろう、用意されたシナリオ通りにやってもらってる感じはすごいいいんだけど、何その浮いてるのはどうしてんのかな。まあ、やってっか。バンプ、2戦目かな。いや、ちゃんと戦うの初めてか。やっていこう。当たるじゃん。動いてるし、動いて、泳いでるよ。大丈夫なの？待て。あー、ナイフ飛んできた。どこ？危ない。めっちゃ泳いでんな。どうしようかこれ。必殺賞でも頑張れば。いやー、やめとこうか。グレラーも使ってこう。どこだ。てか一回沈んだら上がってこれないんじゃなかったっけ。すげえな、なんかいろいろチートだよな、あの人。バンプは君の筋肉の動きから銃口の向きを予測し着弾点を読むようだ。だが完璧な読みなどありえない。必ず奴に攻撃を当てる方法はあるはずだ。ん？さっき普通に当たったけどね。奴はお前の筋肉の動きから球筋を読んでいるようだ。だが安心しろ、完全に読み切れるわけでもないらしい。ライデン、ロックオンは使うな。ロックオンをすればバンプに球筋を読まれる、攻撃を避けられる。ロックオン、あ、オプションでか。待って、オプションでロックどうのこうのはしてな、オートロックとか設定があったからってことかな。多分してないってことかな。ロックもクソもないからね、これ。どこだ。危ない。弾がもったいないな。あれ、当たんない？ダメか。あ、効いてる。あ、酸素がってことか。ちょっと全然飛ばない。待って、ここ。 OK で、グレネードを入れまくればいいんじゃない。あー、上がってきた。
手動であればなんとかなるってことね。やべやべ、あ、当たった。オッケー、で爆弾入れんじゃん。どうだろう、スタングレネードの方がいいかな。あ、オッケーオッケーオッケー、効いてる効いてる。そういうことね。やべ、来てる。おお、危ねえ。あ、やばい。ああ、やばいやばい。あ、やべ。ガスタン入れていこう。あ、やべ、来た。こうだ。いや、難しいな。でスタン入れていく。どこだ。あれ、あ、当てないとダメなのか。来た。おお、いいようにやられてんな。うわ、避けるね。はい、ニキータ。うわー、ダメか。どこだ、あれか。オッケー、やべ、弾がなくなってきた。ただもうちょっと。おお、そんなことする。どこだ。え、あ、影縛り、なんだ。あー、やべ、めっちゃ食らう。あー、またか。ちょっと、あ、武器も変えらんない。ちょっと待って待って。待て待て待て、それは困るんだけど。オッケー。ああ、またか。ちょっと待て待て、オッケー。大佐、アーセナルギアの最終チェックが終わったらしい。早くエマを助け出せ。彼女に大統領からもらったウイルスを入力させるんだ。彼女を救出してシェル1中央棟 B2 の電算室へ連れて行け。スレイク、聞こえたか。間に合わなかった。アーセナルが動き出す。ああ、聞こえた。人質の救出は後回しだ。俺はエマを助け出す。分かった、俺たちは電算室を確保する。やはりエマでなければウイルスを侵入させることはできないらしい。あんたの相棒でもダメなのか。できればやってる。ここのセキュリティはよくできてるよ。短時間じゃちょっと手が出せない。そういうことだ。エマを連れてきてくれ。分かった、安心してくれ。ちゃんと兄弟を対面させてみせるさ。どうした。イーとは長い間会ってないんだ。だからすぐ会えるじゃないか。いや、
僕には彼女に会う資格はないんだ。事情があるようだが時間がない。エマはその部屋の北にあるロッカールームだろう。ライデン、頼むぞ。わかった。はい。バンプってなんだろうね。いや、わか、知ってるんだけど、ねえ、なんだっけ、ライデンの影にナイフ突き刺して動けないようにしてきたよね、あれ。あれはねえ、忍者の技じゃないの。漫画とかだけであるような、影縛り的な。すごいね。まあ、それ以前に浮いてたしね、水の上に。で、沈んだら上がってこれないとか言いながら泳いでたしね。どういうことかな。まあ、一応勝ちましたね。ただ、まあ、なんだっけ、ウイルスの存在知ってたし、なんかこうシナリオ通り感やってる感あったんで、ちょっとこうそのままやっちゃうとなんか危ない感じはしますよね、この。なんだ、ウイルスを侵入させるとなんかが起動しちゃうんじゃねえのみたいな感じはしますけどね。はい。ということで、今回はちょっと短いかもしれないですけど、バンプを倒し切ったでいいよね。さすがにね。はい。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ジャック、したいの？セーブ。ジャック、あなたの部屋へ無理やり入ろうとしたのは？ローズ、もうその話は。いいえ、聞いて。その理由はあなたが心配だったからって言ったけど、本当はそれだけじゃないの。え？疑ってたの。誰かいるんじゃないかって。誰かって？他の人。ローズ、本当にそう思ったの。あなた時々ひどく冷たいから。そんなこと。いいえ、すごく突き放されたように感じることがある。だから押し入った。ええ。満足しただろ。誰もいなかった。ええ、いなかった。あなたの部屋には誰も。他の人も、私も、あなた自身も。ローズ、ごめんなさい。ただ謝りたかっただけなの。じゃあ。
大佐、大統領が死んだ。ああ、残念なことだ。俺はこれからどうすれば。君の目的は大統領の救出とテロリストの武装解除だった。だが今からは大統領の最後の命令を果たすことが君の任務とな。ライデン、アーセナルギアを止めろ。このビッグシェル全体がメタルギアだという話を信じろと。私のセキュリティクリアランスでは確認することはできなかったが、大統領本人の言葉だ。間違いないだろう。彼自身がテロに加担していたとしても。だからこそ信憑性が高いとも言える。それに大統領は君に自分を殺すよう頼みすらした。核発射を無効にするために。彼が死んだおかげで核兵器の行使権限は副大統領に移った。これで奴らの核兵器はただの飾りに。大佐、俺が大統領を殺すべきだったとでも。そうではない。彼の言葉は信用していいのではないかと言いたいのだ。ジャック、私もそう思う。愛国者たちとかいう連中についての話も信じろと。それについては初耳だ。調査する。ライデン、時間がないぞ。エマを探し出すんだ。彼女はその中央島の B1 だろう。アーセナルが動き出す前に彼女を見つけ出すんだ。急いで、ジャック。大統領の死を無駄にする気か。了解。ライデン、そっちはどうだ。スネーク、大統領が殺された。なんだって。すまない。核発射コードの再確認は済んでいたのか。いや、最終のバイタル ID チェックの前だった。ということは奴らは核を撃てなくなったわけだな。だが、あの男オセロットは明らかにわざと大統領を殺した。どういうことだ。わからない。大統領が死ねば核が撃てなくなることは奴らも知っていたはずだ。バイタル ID チェックを回避して核を撃つ方法がある。あるいは核以上の何かがあるということだろうな。アーセナルギアには。知っていたのか、アーセナルギアのこと。ああ。なぜ教えてくれなかった。聞かれなかったからな。ビッグシェルが偽装だということも。ああ、このビッグシェルは一応海洋除染施設の体裁を整えてはいる。だがエイムズや大統領の言った通り、それは偽装だった。海水除染は申し訳程度にしか行われていないし、破壊されても有毒化学物質など発生しないだろう。いつからそれを。確かめるには時間がかかった。調べがついたのはお前があの爆弾魔を処理した後くらいだな。アーセナルギアがここで建造されているのは確かだ。おそらく2年前のあの時から仕組まれていたんだろう、全てがな。2年前、この場所で本当は何があったんだ。これが2年前俺が撮った写真だ。ニュースやウェブサイトで見たよ。有名な写真だからな。スネーク、あんたがタンカーを沈めたという報道だった。そうだ、利用されたんだ。俺もオタコンも。新型メタルギアの写真を公にして政府を威圧する予定だった。 VR 訓練で探査ミッションを経験したが、どこまで再現されているかは怪しいものだ。俺はメタルギア開発の証拠をつかむため偽装探査に潜入した。だが同時にゴルルコビッチの率いる部隊が船を襲撃し制圧した。その部隊にオルガとオセロットも加わってたんだ。やつもな。やつ？死んだはずの男だ。彼らの狙いもメタルギアレイだった。だけどオセロットはゴルルコビッチ大佐と海兵隊司令官スコット・ドルフを殺してレイを奪った。裏切り。やつらがどんな取引をしていたのかは知らん。だがあの時オセロットはこう言った。返してもらうとな。そしてオセロットは海兵隊ごとタンカーを沈めた。よく無事だったな。オタコンが小型艇を用意してくれていた。沈没するタンカーに巻き込まれないようにするのが大変だった。我ながら奇跡に近い。全ては僕たちをおびき寄せるための罠だったんだ。サイファーで撮影されたスネークの写真が大々的に公開されたんだ。僕たちは史上最大の環境汚染テロの犯人として指名手配された。奴らはメタルギアを破壊して回る俺たちの行動を封じようとしたんだ。なぜスネークなんだ。スネークはシャドウモセス事件の後一種のヒーロー像となった。愛国者たちはそれが気に入らなかったに違いない。奴らのことは知ってたのか。ある程度はね。なるほど。
スネークは彼らが選択した英雄ではない。それで汚名を残そうとした。愛国者たちに敵対する者への見せしめって意味もあったんだろう。奴らの狙いは何だったんだ。あんたたちを罠にはめるため。いや、ことは簡単じゃない。ドルフ司令官が海兵隊で進めていたメタルギアレイ計画は、当時から海軍で進められていたアーセナルギア計画に対抗するものだった。つまりメタルギアレイ計画自体が愛国者たちにとって邪魔なものだったんだ。だから奴らは偽装タンカーを襲い、レイを奪った。アフターフォローも完璧だった。すぐに原油を満載した本物のタンカーをもう一隻持ってきて沈めてみせた。ここでアーセナルギアを建造するための偽装として。俺たちは利用された。まんまとはめられたんだ。ゴルルコビッチ大佐も娘のオルガも、全てはオセロットが仕組んだ。黒幕はソリダス、ソリダスがオセロットを使ってレイを。いや、彼は当時地下に潜っていた。では愛国者たちが。じゃあオセロットはなぜソリダスと共にいるんだ。何、いずれわかるだろうさ。だが今はこれ以上考えている時間はなさそうだ。核が使えなくともアーセナルには莫大な量のミサイル兵器がある。そうだね、奴らがそれを手に入れたら。ライデン、エマのところへ急いでくれ。待ってくれ。そのエマ・エメリヒというのがあんたたちが言っていた。そう、僕の妹だ。彼女はここで何を。わからない。彼女は確かにコンピューターの天才だ。でも専門はニューロ AI と複雑性理論を応用した超多変量情報解析で、兵器開発じゃないんだ。とにかくアーセナルを止めるには彼女の力を借りるしかない。ライデン、彼女を頼む。わかった。